ロムジーは、イギリス、イングランド南部、ハンプシャーにあるの、小さなマーケットタウン。サウサンプトンの北西1 1トルに位置し、ウィンチェスターの南西1 8トルに位置する。南東には、ニューフォレスト国立公園近いである。マス釣りのフライフィッシングで有名なテスト川のほとりに、ある。日本語表記としては、ロムジー、ラムジーなども用いられるが、ロムジーが、原音に近い。 ロムジーにあるテスト川ロムジーは中世以来のマーケットタウンでもあり、中心部には歴史的なマーケットスクエアが現存している。ロムジー修道院の創建は10世紀に遡ると伝えられる。発展を続け、村は作物を供給するため修道院の周辺で発展していったが、993年になってバイキングが村を略奪し、最初の教会を焼き払った。しかし、 千年頃に石像の教会が再建され、村もすぐに復興した。修道院は繁栄し、貴族の子供らの学問の府として有名になった。チューダー町の時代には、羊毛、毛織物の生産で栄えたほか、交通路の結節点として、流通拠点としての役割も果たした。18世紀アンドーバー運河の開通で、産業は成長し続けたが、1847年の、 鉄道開通以降の成長は減速した。ロムジー修道院グレートウェスタンレールウェイのウェセックスメイン線のロムジー駅が存在する。M27 モーターウェイはイングランド南部の都市を結び、ロムジー南方 5km を走る。M3 モーターウェイはロンドンへの直通である。ありがとうございます。